日下基本条約は、1940年11月30日、占領下の南京において大日本帝国と中華民国、王朝明政権の間で調印された条約である。正式名称は、日本国中華民国間基本関係に関する条約。この条約により、日本は王朝明による南京国民政府を中国中央政府として正式に承認した。 両国の間に、東和新秩序に基づく、固形関係を結ぶことを謳い、永久の前理に有効、共同防強、共同資源開発、経済提携などの身を上げることが強調された。また日清通商公開条約などの中国側が、長年廃止を求めていた、不平等条約も正式に破棄されたが、同時に治安維持の名目として、 日本軍の盲協及び河北への駐留を認めさせ、付属議定書では中国領内における日本軍の戦争遂行の許可を与えるなど、実際的には南京国民政府を日本の傀儡政府とする合法性を与えるための条約でもあった。なお同日、主に満州国と王朝明政権の関係を結ぶために、日本、満州国、王朝明政権の三国間で、 同種市の日万化共同宣言も交付されている。ありがとうございます。